どんぐりを使ってやじろべえを作りましょう。やじろべえにはくぬぎやあべまきなど大きめのどんぐりを使います。どんぐりは硬いですが、ドアストッパーキャップ、プッシュピン、用途があればお子さんでも簡単に穴を開けることができます。穴を開けたい部分にマジックで印をつけたら、ドアストッパーキャップの上に置きます。こうするとどんぐりが安定して転がりません。ここにプッシュピンをぐっと差し込んで小さな穴を開けます。そこから用途をねじ込んで穴を広げていきます。この穴に用紙の先をぐっと差し込み、長さを決めてハサミで切り込みを入れ折り取ります。目がでかかったどんぐりを使うともっと簡単に作ることができます。大きめのどんぐり1個と小さめのどんぐり2個、木の枝2本とどんぐりの帽子を使ってやじろべえを作ってみましょう。目が出ているところを折り取って用途をねじ込むだけで簡単に穴が開きます。大きなどんぐりは木の枝を3センチぐらいに折り取り、木工用ボンドをつけて差し込みます。小さなどんぐり2個は同じようにして穴だけ開けておきます。大きなどんぐりの横に穴を開ける印を書きます。ちょうど反対側に来るように2個書きましょう。印が上になるようにドアストッパーキャップの上に置いたら、プッシュピンで穴を開け、用途で穴を広げていきます。用途で穴を開けるときは真横からではなく少し斜めに傾けて開けましょう。大きなどんぐりの左右に穴が開いたら、細い枝を2本同じ長さに折ります。それを小さいどんぐりの穴にボンドをつけて差し込みます。差し込みにくいときには先を斜めに切るといいです。枝の反対側を大きいどんぐりに差し込めばやじろべえの出来上がりです。ここまでできたら指の上に乗せてみてうまく揺れるかどうか試してみます。バランスが悪ければ枝の長さを切って調節しましょう。顔を描いたり帽子をかぶせたりして可愛く飾り付けをしましょう。ゆらゆら揺れるやじろべえが完成しました。顔はマジックだけで描いてもいいし、木の実や花を貼り付けても可愛いです。小さな枝を貼ったり帽子をかぶせたりするのも面白いですね。顔だけでなく左右の腕の部分にも飾り付けをしてみましょう。飾りでバランスを調節することもできます。遊んで終わったら棒の先に乗せて飾っておきます。飾るための台は粘土に割り箸を立てると簡単に作ることができます。粘土箱をずらっと並べて飾っておきましょう。腕の数を増やしたり飾りをいっぱいつけたりして自分だけのやじろべえを作って遊んでみましょう。